2020年東京オリンピックの空手競技は世界空手連盟が管轄し2020年東京オリンピックにて実施される追加種目空手会場は日本武道館2021年8月5日から7日に実施なお2024年パリオリンピックでは正式競技にならないことは2017年6月9日の IOC 理事会で 追加種目にならないことは2019年6月25日の IOC 総会で決定した。2028年大会以降、再び実施されるかは未定である。体重別で争う、組手の3階級、及び、形が男女で実施され、全8種目である。WKF が主催する世界空手道選手権などの大会では、組手は、体重別5階級で競われているため、 オリンピックでは、下表の通り、統合されて実施される。競技は、組手が、男女ともに試合時間は3分。形は、採点形式で行われる。出場選手は、各種目10人、計80人で、日本は全種目の開催国枠を持つほか、オリンピックランキング上位の選手、世界最終予選を勝ち抜いた、選手、大陸別の総合競技大会の種目別の、 優勝者のうちオリンピックランキング上位の選手及び招待選手が出場する。オリンピックで WKF の2階級が統合される階級では、オリンピックランキングは2階級の選手の統合ランキングが作成されるが、最上位者4名の選考では、選手が所属する WKF の階級ごとに2名ずつ選考される。世界最終予選は統合された階級により実施される。 なお、招待選手は男女一人ずつに止まったため、残りの男女一枠ずつはオリンピックランキングにより再配分された。また、上記の出場枠とは別に IOC により発表された難民選手団に所属する二人の選手がそれぞれ男子、組手 67kg 級と男子型に出場するため、今大会に出場する選手は合計82人となる。原則として、 開催国の選手には、オリンピックランキングに基づいて、各種目最上位の選手に出場権が与えられる。オリンピックランキングは2018年7月2日から2020年4月6日までの間に行われる2018年世界選手権、大陸選手権、空手1の初大会を対象としていた。全日本空手道連盟は集中強化指定選手を指定した。 対象大会に出場させ、すべての対象大会が終了した時点で、日本勢トップの選手を日本代表に内定するとしていた。しかし、2020年3月6日、新型コロナウイルス感染症の流行により、ランキング対象大会の一つである、プレミアリーグラバト大会が中止となった。さらにこの事態を受けて、急遽対象大会に追加された。 プレミアリーグマドリード大会も同様の理由で3月17日に中止が決定したことにより3月18日 WKF はオリンピックランキングの確定と同ランキングにより出場権を獲得した40人の選手を発表しそれに従い JKF も日本代表内定選手8人を発表していたところが3月30日に東京オリンピックの 延期が決定し、5月20日、WKF は2020年、プレミアリーグラバト大会の代わりに開催される2021年、プレミアリーグラバト大会が、オリンピックランキングの対象大会に追加されることを発表した。それを受けて、5月21日に JKF は新たに、対象大会となる大会の成績により、 ランキングの日本勢トップが入れ替わる可能性がある男子 67kg 級と女子 61kg 級の代表選考をやり直しすることを発表した。また、6月19日には JKF が代表選手の選考として対象大,大会に当該種目の集中強化指定選手を派遣し、ランキングで日本勢トップとなった選手が 代表候補に内定することが発表された。男子 67kg 級は佐合直人と篠原博と女子 61kg 級は染谷真由美と森口あや美が代表の座を争ったが2021年4月30日から開催されたプレミアリーグリスボン大会の結果、共に一度は代表に内定したものの再選校となっていた佐合と染谷が再び 代表候補となった。ありがとうございます。